んにちは、マルコです。今回はファミコンカセットの分解の手順を紹介していきたいと思います。まず、カセットの端子側を指で上下に広げるようにして、サイドに隙間を作り、マイナスドライバーを差し込みます。だいたいこのあたりまで差し込むことができたら、爪のあたりを親指でグイッと押し込みつつ、マイナスドライバーを持ち上げていきます。パキッと音がするので、ちょっとびっくりしますが、うまくいけば爪が外れます。反対側も同じように、隙間を作ってから、マイナスドライバーを差し込みます。片方の爪が外れているので、こちら側は隙間を作りやすいですね。親指でサイドを押し込みつつ、よいしょっと。ふぅ、反対側の爪もうまく外れました。続いて上側の爪を外します。カセットの上側にある穴にマイナスドライバーを差し込んで、ゆっくりとマイナスドライバーを持ち上げます。ふん。こんな感じで上側の爪は簡単に外れます。ほい。4箇所の爪を外したら分解は完了です。今回は無事爪を折ることなく分解できましたが、カセットの種類や状態によって爪が折れやすいものもありますので、爪が外れにくいと感じた時は、無理せず諦めることも大事ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。